葵ちゃんにもあげるか、ちょっと一回で遊びに行こうか。でとりあえず試合には出たいよね。僕遊びに行かないよ、うん、相変わらずきついな、うん、違うよ、もちろん練習だよ。どう、一緒にやらない？うん、まあ練習ならいいよ。何、どこで練習するの？そうだな、今日は特訓をする。特訓？そう、こう見えスペシャルという特訓だ。かなり普通じゃないよ。葵ちゃんに最後までついてこれるかな。失礼ね、僕はどんな特訓もやってのけてやるよ。いいだろう、じゃあ行くよ。はい、まず町まで行くよ。まずは買い物。はい、何をしてんのこれ、デートじゃん。もう次は食事。はい、次は公園でベンチに座っ次は公園でベンチに座って二人で語ろう。語らうって書いてあるわ。ああ、はい、よし、今日は特訓はここま、今日の特訓はここまで。はい、特訓ありがとうございました。なんか完全に指定関係になってんじゃん。って言うわけないでしょ。わ、何が特訓だよ。第一、最後の二人で語らうってなんだよ語らうって何、やらしいんだから。もう最低。ごめん葵ちゃん、別に悪気があったわけじゃ。てかさ、これ葵ちゃんとデートするさ、イベントなんでこれ評価下がるんだよ。いやつか、走り込みしようじゃ。さすがにもうそろそろ出れるんじゃないか、うん、お前さ、いつになったら出させてくれんだよ。いや、もうそろそろ。てかさ、2軍の試合にも出させてもらえないってやばくね、こいつ。こんだけさ、信頼されてねえんだよ。全員集合。お、なんだよ、試合じゃねえのかよ。今回は球場で限定青い弁当を売ることになった。これで我が球団のファンも増える。お前さ、そんな女にこびる球団になっていいのかよ。いや、女にこびるっていうか、てかあれか、逆か、男にこびる球団にしていいのかよ、うん、そんなオタクどもが増えそうだわ。ロッテ今後予定しているのは青いまんじゅう、青いうちわ、青いドリンク、キャー青いソフト、何これ、ソフビ人形、なんだよこれやば、あ、青いドリンクって、あ、そのうち葵ちゃんのなんか、あそこの匂いとかさ、あそこのなんかいろんなね、飲み物とか出てきそうだわ。葵サイン会、葵コンサート、葵握手会、ちょっと待ってくれよ、俺のも作ってくれよ。青い一日デート。やることがさ、汚ねんだよ、お前ら。いい加減にしろよ。お前、そんなんだったら、こう見え一日デートも作れよ。俺のさ、女性ファンたちが喜ぶかもしんねえじゃねえかよ。なんだと、今言ったやつ前に出ろ。出る、出ない。ええー、何これ。いい加減にしろよって、ちょっと立てついたらなんか、前に出ろとか言われたんですけど、出る、出ない。これどうしよう。どうすればいい、これ出た方がいいんすか、うん、でもこれ出た方がいいよな、葵ちゃんをかばうためには、出る、俺です、こう見えか、はい、葵ちゃんはプロ野球選手として入った、練習だって俺たちと一緒にやってるんだ、見せ物じゃないんです。貴様、監督に意見するのか、罰として3日間謹慎していろ。待ってください、小見くんは悪くありません。サイン会でも握手会でも僕は構わないです。ふん、もういい、今後の予定は実行する。以上、解散。小見くん、僕のことはいいよ、余計なことしたら君も困るだろ。葵ちゃん、いやー、まあ葵ちゃんの評価上がったし、いっか、小見くんテレビでも見ようでやんす。